デーブ・ジョシュア・ルービンは、アメリカの政治コメンテーター、YouTube クリエイター、トークショーの司会者である。ブレイジトブと YouTube で配信される、ザ・ルービン・レポートという政治系トークショーの制作及び司会を務めている。この番組は、以前は、ヤングタークスネットワークや、オラ TV で配信されていた、ザ・ベイアンドデーブショーと、ザ・シックスパックの、 メインパーソナリティの一人でもあった。ルービンは自分のことを古典的自由主義者だとしているが、一般的には政治的に保守派またはリバタリアンだとみなされることも多い。デイビッド・ジョシュア・ルービンは1976年6月26日にニューヨークのブルックリンで生まれ、ロングアイランドのかなり世俗的なユダヤ系一家で育った。彼は 思春期をニューヨークのサイオセット地区で過ごし、その後、マンハッタンのアッパーウエストサイドで13年間、暮らした。サイオネット高校を1994年に卒業した後、ニューヨーク州ベスタルにあるニューヨーク州立大学ビンガムトン校を1998年に卒業。政治学の学位を取得している。2015年、パリータコンにおいて、 ザ・ルービンレポートを収録中のルービン。1998年、ルービンはニューヨークでスタンドアップコメディやオープンマイクのイベントに参加してコメディアンのキャリアをスタートさせた。1999年、ジョン・スチュワートのザ・デイリー賞のインターンとなった。2000年、ルービンはニューヨークのコメディセラーというコメディクラブで活動を続けた。その年の後半、 コメディセラーに出演していた他のコメディアンと共に、ザ・アンチ・ショーという名のパブリック、アクセステレビシリーズを制作した。これは、ニュース番組をパロディにした内容で、36フェラープラザの NBC スタジオで密かに、撮影された。2002年、彼は、ニューヨークで数軒のコメディクラブを共同で設立した。ジョー・フランクリンズ・コメディクラブや、タイムズ・スクエアの、ザ・コメディ・カンパニーなどである。 これらのクラブで彼は2007年までスタンドアップコメディアンとしての活動を継続した。ルービンはホットゲイコミックス及びザベン,ンデイブショーというポッドキャストの司会を務めた。これらの番組は後にヒア・ t ィネットワークでテレビ番組シリーズとして放映された。2009年5月、ルービンはポッドキャスト番組のザシックスパックを共同制作し司会を務めた。 2011年10月から2012年12月まで、ザ・シックスパックはシリウス XM ラジオでライブトーク番組として放送された。2012年9月初旬、ルービンはシリウス XM に出演を継続しながら、ルービンレポートという名前の独自の YouTube アカウントを作成した。ルービンは自身を古典的自由主義者だとしているが、これは基本的に保守主義。 またはリバタリアニズムにつながるものだとも発言している。彼は、同性婚、刑事司法の改革、マリワナの合法化、社会的、セーフティネット、公的資金による教育制度、条件付きの中絶に賛成していることから、自身はリベラルであると考えている。2017年、保守系、YouTube チャンネルであるプラガーの動画に出演し、 私が左翼をやめた理由について説明した。インテレクチュアル、ダークウェーブのメンバーであると考えられている。ポール・ジョゼフ・アトソン、極右パーソナリティのローレン・サザンとステファン・モリニュー、ナショナリストのトミー・ロビンソンなどの物議を醸す、オルタナ右ク、または極右と見られる人物に対して影響力のあるプラットフォームを提供したという批判がある。年月。 ルービンはザ・ヤング・タークスネットワークに参加しザ・ルービン・レポートという番組の司会を始めた。それに伴いニューヨークからロサンゼルスへと住居を移した。2015年3月1日ルービンがメディア会社のライアットに移籍することがザ・ヤング・タークスの YouTube チャンネルで発表された。その後ルービンはラリー・キングのオラ・ TV と契約を結び2015年9月9日から この番組の配信を開始した。2016年には独立してザルービンレポートを運営するためにオラ TV を離れた。2019年5月には YouTube チャンネルとしてのザルービンレポートの総視聴回数は2億回に達した。2019年番組はブレイジトブでも視聴可能になった。これはグレンベックが運営する保守系。 サブスクリプション動画サービスである。ザ・ルービンレポートは、航空一族の基金が出資する組織の一つである、リバータリアン系のインスティチュートフォー、ヒューマン・スタディーズと関係があり、同団体は同番組のエピソードを毎月1回参上している。ルービンは2006年にゲーであることをカミングアウトした。これを彼自身にとって決定的な瞬間だったと振り返っている。 2014年12月、プロデューサーのデイビッド・ジャネットと婚約し、2015年8月27日に結婚した。不価値論者、または無心論者であると話したこともあったが、現在は無心論者であることを否定している。ありがとうございます。